はい、無料のビットコインのコーナーですけども 0.0003BTC があると勝手に年利 4.08% の配当を得ることができるっていう一文がありますよね。これがどういうことなのか今日は解説していきます。これが無料のビットコインのサイトなんですけども、右上の方にね、貯蓄されている BTC があると思うんですけども、ここなんですよね。今 0.0002696 でもうすぐ 0.0027 になるんですけども、これが 0.0003 だから本当あとわずか1ヶ月か2ヶ月ぐらいで達するんですけども、そうなると年利ね、先ほどの 4.08% の利息が受けれるんですよ。まあですんで、そこまで地道にね、3月11日から半年間やってきたわけなんですけども、半年間1円も使わずにやっとここまで来てるんですよ。金額にして2662円、だから 0.0003 ってことはね、3000円ぐらいなんですよ。だから3000円ぐらいここにストックされると年利のボーナスが受けれるってことなんですよね。ただ私1円も使わずに来ましたんで、ここに3000円分のビットコインを送金するともう初日からその金利が受けれるってこともあるんですね。でもう一回先ほどのサイトに戻ります。こちらのにご覧ください。年利 4.08% の配当ということは毎日 0.01% ぐらいの配当ということで、本当にちっちゃい配当ではあるんですけどもね、まあとにかく1円も使わずに増やそうと思うとこのぐらいのペースになるわけなんですよ。ただやっぱりね、1円も稼げずに1日を過ごすよりはだいぶマシだと思いますんで、こういった小さな利益が出るやつで手間がかかんないやつもね、ちょこちょこと並行していくつかやっていけばいいんじゃないかなと思います。まあこの辺がねコツコツってやつなんですよね。別にポイントサイトばっかりやりましょうって話じゃなくて、こういった無料でコミッションが受けれるものって、まあ、結構あるんでね、それを同時に10個20個やればまとまった金額になっていくってことです。いや本当にね、人生の残り時間お互い少ないわけじゃないですか。非常にもったいないですからね。だからなんかこう遠くに出勤されてる方もいると思いますけども、まあ車の場合は難しいと思いますけどもね、やっぱり電車通勤の間に、まあ、読書するのも一つなんですけども、こういうふうなことでね、通勤したけどもちゃんと稼げるよみたいなね、そんな出勤の仕方をしてみたらどうかなっていうところですね。ただ銀行が破綻する世の中ですから、このサイトも破綻する可能性は絶対ありますんで、過度な期待はしないようにしておきましょう。常にね、そのリスクリワード、リスクとリターンの関係を測っていくことが大事です。それでは今回は以上です。